先日こんな記事がありました。宝塚歌劇団に伝わるブスの25箇条。清く正しく美しくをモットーとする宝塚歌劇団に、ある日突然貼り出された25の戒めがあります。その名も、ブスの25箇条。いつ誰が何のために貼ったのか、誰に聞いてもわかりません。しかし、誰もがその貼り紙の前で足を止め、見入ってました。こうするとブスになるというその25の戒めは、何も女性だけを対象にしたものではなく、人間としてのあるべき姿を逆説的に示したものではないかと思います。ちょっと一気にご紹介していきますね。笑顔がない。お礼を言わない。美味しいと言わない。目が輝いていない。正気がない。いつも口がへの字の形をしている。僕なんか左右のほっぺがですね、こう憎いか重力に負けて落ちてきて、口が勝手にへの字になってますけどね。自信がない。希望や信念がない。自分がブスであることを知らない。謙虚であれっていうことなんですかね。自分はイケてるって思い込む、いわゆる勘違い力の方が僕は大事だと思いますけど、誰か勘違いやろうだよ。声が小さくいじけている。自分が最も正しいと信じ込んでいる。愚痴をこぼす。他人を恨む。責任転嫁がうまい。いつも周囲が悪いと思っている。責任転嫁が上手で、何でもかんでも周りのせいにする人ってどうかと思いますけど、あまりこう抱え込みすぎんのも良くないかと、まあ度合いですよね、この辺はね。他人に嫉妬する。他人に尽くさない。他人を信じない。謙虚さがなく傲慢である。なんかこの辺、とても仏教的な感じしますよね。人のアドバイスや忠告を受け入れない。何でもないことに傷つく。悲観的に物事を考える。問題意識を持っていない。存在自体が周囲を暗くする。存在自体が周囲を暗くするブスってことでしょ？ひでえ。人生においても仕事においても意欲がない。以上という25箇条らしいですよ。確かに女性に限らず、男性も人間として気をつけなきゃいけないことが示されてますよね。自分はこうなっちゃいけないなと思う反面、僕の周りの人間ってこういう人たちすごい多いですけどね。そこはどうしたらいいんですかね。トゥリーズの逆発想原理っていうもんがあってるな。トゥリーズの逆発想原理とは、物事を逆にして考えることで新たな知見を得ようとするアイデア発想法のこと。アイデア発想法って言うとですね、過去にこのチャンネルでご紹介したですね、ブレストだとか、KJ 法だとか、オズボーンのチェックリストとか、まあ、トゥリーズもそういうやつの仲間ですよね。で、このトゥリーズの中には40ぐらいのまた発想法があって、そのうちの一つがこの逆発想原理。例えば従業員研修とかで、単純にその顧客満足の向上を考えるよりも、逆に顧客満足を下げる方法っていうお題をみんなで考えた方がいろんな発見があるんじゃないかっていう考え方ね。従業員同士ね、俺だったら顧客満足を下げるためにお客さんに挨拶しないとか、いやいやまだまだ甘いなと、俺だったらレジにお客さんを10分以上待たせておくとか、ワイワイ楽しく競い合うように悪いアイデアを出し合って、こんなお店は嫌だとか、こんな店員は嫌だみたいな、そういうアイデアを出しまくってると、なかなか気づかなかった絶妙で地味なこの嫌なアイデアっていうのが出てくるもんだ。そうやって出てきた顧客満足を下げる方法を見て、ならば自分はどうなんだろうと自ら振り返ってみるという作戦だ。宝塚のブス25箇条も同じでさ、その、こうあるべきっていう理想像を掲げると、なんていうかこう、敷居が高くてとっつきにくいというか、ならば、こういう女は宝塚的にブスですよと、悪い見本を見せて、自分はどうなんだろうっていうふうに自分の問題として考えてもらって、じゃあ愚痴をこぼさないようにしようとか、口がへの字にならないようにしようとか、ブス要素を一個一個潰していく方が、まあ、とっつきやすいですよね。雑魚 YouTuber 25箇条。新しい動画をなかなか投稿しない。思いつく1個目でいきなり引っかかっている。すいません。ということで今回は宝塚のブス25箇条のお話と、トゥリーズの逆発想原理のお話でした。この MPTV ではできるやつの考え方、テクニックを休み休みご紹介しています。他の動画もぜひともご覧になってみてください。チャンネル登録よろしくお願いします。